コーディ・ディーナーのリングネームで知られるクリス・グレイは、カナダのプロレスラー。オンタリオ州ナイアガラフォールズで、デレク・ワイルドの下で、プロレスラーになるためのトレーニングを開始し、2000年に HWF でコーディ・スティールのリングネームでデビュー。HWF が閉鎖後は、カナダとアメリカの様々なインディー団体に参戦し、多数のタイトルを獲得。2004年11月22日、WWE の前座番組であるヒートにて、ダークマッチに出場し、モハメド・ハッサンと対戦している。翌23日には、スマクダウンのダークマッチに登場し、カート・アングルと対戦している。2011年2005年、旗揚げされたばかりの GCW にコンプリート、コーディ・スティールとして参戦。AT レイジ・オブ・ザ・ケージからコーディ・ディーナーにリングネームを、改めショーン・スピアーズと対戦している。11月のスタンピード・ショーダウンで、ハイデン・デストロイヤー・エイブリーと GCW オンタリオ・インディペンデント王座をかけて対戦、勝利して王座を獲得している。これを機にエイブリーとタイトルをめぐって、抗争を開始。翌年3月のウガンダン・インベージョンでエイブリーに敗れるまでの約3ヶ月間王座を保持していた。ベニ、ビディ、ビシで、リマッチ権を行使して、モーターシティストリートファイト形式で、エイブリーと対戦するが負けている。7月のビヨンド・ザ・リミットで、エイブリーとの抗争を終了し、チームを組むようになり GCW タッグチーム王座を獲得する。獲得後は、フットライナーズとベルトをめぐって、抗争を開始し、ジェネシス11時25分7秒で敗れるまで、タイトルを保持し続けた。その後も抗争は続き、2008年4月のゲームオーバーでフットライナーズからタイトルを奪い返している。6月のランダムアクツオブバイオレンスでハウスオブビルートに奪われている。2013年タイトルを落とした後もしばらくはタッグを継続してタッグ王座に挑戦していたが、二人ともシングル王座に焦点を定め、タッグは発展的解消をした。その後は、GCW ナショナル王座をめぐりオーティス・アイドルと抗争を開始するも抗争中にオーティスがタイトルを失ったために抗争は終了する。2008年秋頃からティネと契約、参戦するようになるが GCW での活動を続け、7月にはスコッティ・ターナーを破り TWA ヘビー級王座を獲得している。2009年4月16日、ティネに参戦し、ODBと組んでアビス&ダフニーとミックスドマッチを行い、22日にはアビスとシングルマッチで対戦している。8月の PPV であるハードコアジャスティスでODBと組み、ビューティフルピープルに勝利している。9月の PPV であるノーサレンダーではODBと対戦しているが負けている。12月のフィナールレゾリューションで12人ランブルに登場。これがティネ最後の登場となった。12月に解雇されている。ティネ解雇後は古い田舎者のギミックへと変更して、CCW や NWF などのカナダのインディー団体に参戦している。2018年、故郷のカナダ・オンタリオ州ウィンザーで行われたインパクトレスリングの PPV、マーチブレイクダウンに出場。2019年3月、インパクトレスリングと正式に契約し、約10年ぶりに復帰。ありがとうございます。